3分クッキングの巻。料理はうんと凝るか全然凝らないかのどっちかである。凝り出すとキリがない。うんと凝りに凝った料理を手順通り時間をかけて作り上げて食べてみると確かに美味しい。だがここで待てよということになる。これにさらに何かを加えるともっと美味しくなるのではないかと考える。そこで何かを加えてみると確かにさらに美味しくなる。そして再び待てよとなる。こうなるとキリがない。今回は全然凝らない方の料理に挑戦してみたいと思う。そこでかまどの坂本、もやしの斉藤、政子の親父の三子に、頭脳の働きが極端に活発でない人でもちょっとの間にできる料理を一品ずつ考えてきてくださいとお願いして、いよいよ当日。坂本はほうれん草腐乳炒め、斉藤はこんにゃく入り煮、政子の親父は砂肝ウスターソース炒めをそれぞれ引っ提げて集結。僕は大根の角切り、塩味の素まぶし、かます香味野菜煮、牛肉しそば炒めの3品。最後に共同制作として温泉卵を加えることになった。一番バッターは坂本。ほうれん草腐乳炒めの制作に取り掛かる。これは単なるほうれん草の炒め物なのだが、そこに腐乳なるものを加えるところが味噌であるという。腐乳というのは中国料理に使うもので、豆腐を塩漬けにして発酵させたものである。豆腐の塩辛とでも言うべき代物で、独特の恐ろしい匂いがし、そこのところが好きな人にはたまらなく、嫌いな人にはたまらなく嫌という一種の珍味である。僕はこれがたまらなく好きで、熱々のご飯にちょびっと乗せて食べると答えられない味になる。ただなかなか入手が困難で、デパートか中華街で求めるしかない。最近ではスーパーでも売っている。さて坂本は中華鍋に油を投入。そこにニンニクのみじん切りを入れ軽く炒める。ケムが出たとこでざく切りのほうれん草を入れます。はい、ほうれん草は茎の方から先に入れます。ほう、つまり茎の方はどうしても炒まり方が遅いからです。なるほど。茎先、葉後の法則といって、これはどんな葉物類にも当てはまる法則だという。ほうれん草全投入と同時に腐乳および腐乳汁を大さじ1杯ほどかける。ほうれん草が炒まったら醤油を少々振りかけて出来上がり。野菜の炒め物は食べ頃よりやや早めに火を止めるのがコツです。おう、炒めた後余熱でさらに熱が通るからです。食べ頃よりやや早め火止めの法則といって、これは全葉物類に当てはまる法則なのだそうだ。料理時間3分。なるほど、これなら頭脳の働きが極端に活発でない人でも立ちどころにできますな。評価、すべてを腐乳に頼った料理。単なる炒め物とは思えない高級料理。腐乳の香りが何とも言えない。ほうれん草だけでなくキャベツでもニラでも良さそう。総合評価4。5段階評価で、制作者の弁、腐乳が嫌いな人にはダメね。次は政子の親父の登場。演じますは砂肝ウスターソース炒め。まずね、砂肝の皮を取る。この白っぽいとこね、ここが皮です。これ硬くてうまくないのね。だからこうして包丁で一つ一つこそぎ取る。これをね、ウスターソースにつける。つけて一晩置くわけです。一晩置いたのがこれと、テレビの料理番組風に一晩置いた砂肝を取り出す。これをね、ただこうジャーッと炒めるだけ。ジャー、炒める音。はい、出来上がり。料理時間約1分。
2日がかりの大料理といえば言えなくもないが、まことに簡単。評価、味付けがウスターソースだと言わなければ全くわからない。不思議な味。西洋料理風砂肝炒め、唐辛子なんか入れてもいいな。総合評価3。制作者の弁、これ俺好きなんだよねと言いつつ一つつまむ。いよいよ問題の斉藤青年登場。テーマはこんにゃくの入り身。斉藤青年は前回も紹介したように、料理はもやし炒め一筋という独身青年、現既婚。やはり独身とこんにゃくの因縁は浅からぬようだ。とりあえず胸のポケットからメモを取り出す。こんにゃくをまな板にのせ、包丁の腹でペタペタと叩く。それはどうして？と安直を取り出し、こうすると味がよく染みるわけです。次に叩いたこんにゃくを包丁を使わずに指でちぎる。それはどうして？また安直を見、こうすると味がよく染みるわけです。味を染み込ませるという一点にかなりの熱意と情熱を傾ける料理のようだ。こんにゃくは白い方を使っている。黒い方じゃいけないの？とまた安直を見たが、その理由は出ていなかったらしく、いやほら、白いこんにゃくだとどうせ煮れば黒くなるでしょ、だから。なんだかよくわからないが正しいような気もする。主役はこんにゃくだが、ごま、早煮昆布、かつぶし、赤唐辛子なども用意している。かなりの大ごとになりそうな気がする。ちぎったこんにゃくをまずお湯で煮ます。火が通ったところで引き上げて、今度はフライパンで空炒りする。こうしてこんにゃくの水分を取るわけです。空炒りしたこんにゃくを今度は油大さじ3で炒めます。やはりかなり大ごとのようだ。こんにゃくも煮られたと思ったら今度は空炒りされ、やれやれこれで終わりかと安心していると、次は油で炒められ、身の休まる暇がなかろう。油がなくなるまでと丹念几帳面に、一滴の油もなくなるまで炒めるあたり、純情素朴の性格がうかがわれる。炒めたらフライパンを斜めにして、しゃもじでぎゅっと押さえて油をよく絞る。何しろアンチョコ通りにやっているから手抜きということがない。油をよく絞ったこんにゃくに3ミリ幅に刻んだ昆布を混ぜてまた炒める。こんにゃくもさぞかし悲鳴を上げていることであろう。簡単な料理をと注文したはずなのに、かなりの手間暇がかかるようだ。昆布とこんにゃくが炒まったら、水と酒、醤油をふりかける。水3、醤油2、酒1の割合です。最後に唐辛子を入れ、みりんとかつぶしを入れる。これで終わりかと思っていると、別のフライパンで白ごまを入り始めるのである。ごまの3つ跳ねといって、ごまは3粒跳ねたら火を止めるといいよと政子の親父が助け舟を出す。ごま3つ跳ねの法則ですな。入り上がったこんにゃくを器に盛り、その上に入りごまをかけてやっと出来上がり。料理時間、途中かなりまごまごしたので20分。評価、やれやれお疲れさん。こんにゃくと昆布が意外によく合う。ごまも不可欠。とにかくご苦労さん。こんにゃくもご苦労さん。総合評価5。最後は僕。最初は大根角切り、塩、味の素まぶし。この料理はタイトルが料理法をすべて言い表してしまっているという珍しい料理である。まず大根を1センチ角に切る。ちょうど大きめのサイコロぐらいである。さて次にということになるのが普通だが、これでこの料理の全過程のほとんどが終了してしまっているのである。始まった途端に終わってしまって、未熟な花婿のような申し訳ないような気持ちになる。
このサイコロ大根にパッパッパッと塩を振りかけ、味の素をバサバサバサと大量に振りかける。これで出来上がり。味の素大量というところが味噌である。味の素と大根は不思議によく合う。これをよくかき混ぜ、冷蔵庫に入れ10分ぐらい置いてから食べる。評価一同言うことなし。総合評価できず。制作者の弁点点点。次はカマスの香味野菜に、大鍋に水を入れ、セロリ、パセリ、人参を入れて茹でる。15分ほど。そこへカマスの開きを入れて煮る。3分ほど。カマスだけ引き上げ、皿に盛り、マヨネーズをかけて食べる。タルタルソースだとさらに良い。あるいはマヨネーズにピクルスの刻んだのを混ぜるだけでもかなり美味しくなる。評価、カマスの開きを煮るというところがアイデア。セロリやパセリの香りがどのくらいカマスに移るかがポイントだな。何かこう、もう一工夫あると美味しくなるという料理のような気がする。総合評価3。制作者の弁。本に出てた通りに作ったんだけどな。次は牛肉のシソバ炒め。牛肩ロースを 150g ほど購入。これで4人前できるので、1人前約100円ということになる。フライパンにバターを大量に入れます。あとでこの煮汁もご飯にかけて食べるわけですから。バターが溶けたら3センチ四方ぐらいに切った牛肉を投入。色が変わるか変わらないうちに酒、醤油を振りかけ、味の素も振りかける。と同時に1枚を3つに切ったぐらいの大きさのシソの葉を入れる。シソの葉は約15枚。かなり大量であるが、このぐらい入れないと美味しくない。入れたらすぐ火を止める。これで出来上がり。料理時間約5分。これを熱々のご飯の上に汁ごとかけて食べる。牛肉とバターとシソの香りが入り混じった汁が口の中で熱いご飯と入り混じって、思わずうまいとうならざるを得ないほどうまいはずだ。評価、牛肉とシソって実によく合うのね。もっといい肉だともっとうまいだろうな。牛肉より汁を味わう料理だな。総合評価4。制作者の弁。これ俺大好きなんだよねと言いつつご飯をかっこむ。いよいよ本日の千秋楽は温泉卵。これお酒飲んだ後汁物が欲しい時なんかもってこいなんじゃないかな。ということで本を見つつ共同制作。卵を10分ほどぬるま湯につける。丼にこの卵を1個入れ、熱湯を縁までたっぷり注ぎ30分置く。30分、35分、40分の3段階を試してみたが、30分以上置いてもそれ以上の変化がないことが分かった。小鉢に市販のそばつゆを入れ、飲める程度の濃さに水で薄め、そこへ30分経った卵を割り入れる。これをさじで汁ごとすくって食べる。この温泉卵はゆで卵でもなく、さりとて半熟卵でもないという微妙な段階に味わいがある。かくて全7品目の料理腕自慢大会は終了した。最後に各品の人気記名投票をしたが、斉藤青年の評価のみをここに記しておく。1位大根角切り、塩、味の素まぶし。2位牛肉のしそば炒め。3位こんにゃくの入り煮。それにしても炒め物の多い料理大会であった。